男女の情愛をしっとりと歌い上げるというよりは、人生の応援歌が似合う水前寺清子さん。今回、水前寺清子さんの病気、離婚、現在などについて紹介します。水前寺清子さん、本名、林田民子。1945年10月9日生まれ、熊本県熊本市中央区のご出身です。水前寺清子さんは、1日1歩3日で3歩3歩進んで2歩下がるの。フレーズで知られる楽曲、365歩のマーチの大ヒットで、知られる歌手です。1960年にコロンビア歌謡コンクールで2位に入賞し、作詞家の星野哲郎にスカウトされた後、1964年10月15日に涙を抱いた渡り鳥で歌手デビューしました。1968年には現在まで歌い継がれる楽曲、365歩のマーチをリリースし、売り上げ100万枚超えの大ヒットミリオンセラーを記録しました。この曲で第11回日本レコード大賞の大衆賞を受賞しています。歌手としての活動のみならず、1970年にはドラマ、ありがとうで、主演を飾り、民放ドラマ史上最高視聴率 56.3% を記録したことでも、話題になりました。60年近くの歌手人生を過ごしてきた水前寺清子さんの最新仕事上、脳梗塞も疑われた病気の詳細と病状など、現在の様子をお届けします。水前寺清子はすでに70代の高齢ということもあり、病気などの健康面にも注目が集まっています。一部では脳梗塞を疑われたこともありますが、結論から言うと水前寺清子は脊椎間狭窄症という病気を患いました。脊柱管狭窄症とは、脊髄の神経が通る脊柱管が狭くなる病気で、50歳以上の高齢者に多い病気です。水前寺清子さんはこれまでデビューしたばかりの20歳の時に、左膝腱脱臼と盲腸が続いたくらいで他には大きな病気をせずに過ごしてきましたが、脊柱管狭窄症により68歳にして初めて大きな手術を受けました。水前寺清子さんは元踊り事故死痛持ちで、ステージの階段で転倒し、左膝靭帯を痛めてから足をかばうようになり、次第に足先がしびれ、突然足の力が抜けて転ぶことが増えたと明かしていました。ステージにも支障が出始めたことから病院に行くと、腰部脊椎間狭窄症と診断されたとのことです。水前寺清子さんの場合は腰の骨が狭窄し、足先の神経に触れて痺れが起きていました。すぐに手術を受けることになり、68歳という年齢で初めて大きな手術を経験しました。水前寺清子さんには脳梗塞なのではという噂が出たこともありました。しかし、本当の病気は前述の通り脊椎間狭窄症であり、脳梗塞になった事実はありません。間違った噂が流れてしまった原因は、脊椎間狭窄症の症状の一つである下半身のしびれと思われます。脳梗塞の場合も手や足がしびれてしまうため、勘違いする人が出てきたのでしょう。2020年12月4日、水前寺清子さんが離婚していたことが一斉に報じられた。結婚31年目の長熟年離婚に世間は驚いたが、その後の夫婦の反応の差はさらに意味深だった。水前寺さんは翌朝、自身のブログで離婚報道に対し、今頃かい、朝から大笑い、と短くコメントしただけ。一方、元の小松松氏は、スポーツ報知の取材に答え、大好きだし、今でも、彼女は、俺の体の一部と、未練があるようにも伺えた。芸能界屈指の、おしどり夫婦と言われた二人。だが、妻の方は、晩年をどうしても夫とは、過ごしたくなかったのかもしれない。サックスプレイヤーだった小松氏は、バンドの指揮者も務めており、1985年の筑波万博で、水前寺さんのバックバンドとして、共演をしたのが初対面。小松氏は水前寺さんより6歳年下だったが、彼女から信頼され、経理などの仕事をサポートするようになった。当時、水前寺さんは個人事務所の経営に無頓着で、自分がいくら稼いで、スタッフがいくら使っているのかすら、把握していませんでした。彼がいなければ、事務所は金銭的にかなり追い込まれていたと思います。水前寺さんは、彼に身も心も許し、こう私どもにパートナーとなったのです。業界関係者。二人は1989年に結婚。水前寺さんが43歳の時だった。以来、小松氏は個人事務所の社長として彼女を支えてきた。実際、小松氏の社長としての手腕は高く評価されていた。爽やかで人当たりが良く、水前寺さんの魅力を伸ばす。仕事を取ってくる敏腕社長として有名でした、前室、業界関係者。
二人が住む東京、世田谷でもおしどり夫婦ぶりは評判だった。水前寺さんは毎年地域の桜祭りにボランティアで出演してくれています。旦那さんも明るい感じのいい人でお似合いの夫婦だと思っていました。ですから今回離婚と聞いて驚きましたよ。近隣住民、おしどり夫婦の姿が豹変するのは主に仕事の時だったという。二人の結婚披露宴やデビュー50周年コンサートで司会を務めるなど、夫婦と親交の深い映画評論家の浜村淳さんはこう明かす。小松さんは事務所の社長としては優秀でいい人なんですが、夫としてはというのも、水前寺さんに対してとにかく当たりがきつかったんです。水前寺さんが歌い終わり、ステージから降りるや否や、なんだあの歌い方は、音程がずれているのに気づかないのかと小松さんの怒号が鳴り響くことがよくあった。6年前の50周年コンサートでもそんな光景を見ましたね。その時水前寺さんはうつむき、黙って罵倒されていたという。社長として水前寺さんを指導していたともとれるが、浜村さんの目には少々異様に映ったと話す。芸能事務所の社長として芸に厳しいのは悪いことではありませんよ。それでも彼女ももう大ベテランです。新人歌手ならまだしも、大スターをスタッフや共演者のいる前で叱りつけるのはあまりにも配慮がない。浜村さん、事務所社長が所属タレントを大勢の前で罵倒する、一般社会ではパワハラとも取られかねない。こうしたスパルタでも彼女が我慢し続けられたのは、サポートしてくれる身内の存在があったから。デビュー当時からマネジャーとして側にいた姉だ。しかし2017年にその姉が他界すると、小松氏がマネジャーも兼任するようになった。この頃から小松さんと事務所のスタッフが仕事の方針をめぐって衝突することが増えたそうです。これまではお姉さんが緩衝材になってうまくまとめていたのですが、それがなくなったことで事務所内がギクシャクし始めた。事務所関係者、前室の浜村さんが続ける。少し前に水前寺さんの事務所からお知らせがあって、小松さんが社長を退き、水前寺さんが後任だとびっくりしていたら、それからしばらくして離婚の報道です。水前寺さんが結局は耐えきれなかったのかな。公私ともにパートナーだったゆえ、仕事の問題が家庭にまで入ってくれば互いに逃げ場を失う。離婚の決断を下した背景にはこういった経緯があったのだろうか。とはいえ水前寺さんも75歳で31年間も連れ添った夫婦、このまま2人で過ごせなかったのかという声もある。水前寺清子さんは現在も元気に歌手として活動中です。所属している個人事務所逗子見企画には移転の噂があるようですが、2022年現在確かな情報は発表されていません。2020年にデビュー55周年を迎えた水前寺清子さんですが、現役60年近く経った今も歌手としてのエネルギーが衰えることなく、むしろパワーアップし続ける姿を見せています。2022年7月20日には新宿ロフトで開催されたロックバンドギターウルフとサニーデイサービスのツーマンライブにて、ギターウルフのステージに水前寺清子さんがサプライズで登場し、代表曲365歩のマーチのロックバージョンを披露したことが大きな話題になりました。2022年8月3日、およそ4年ぶりとなる新曲ウンプテンプで行こうじゃないかがリリースされました。新曲ウンプテンプで行こうじゃないかは、新型コロナウイルス感染拡大の影響の中で思い通りに物事が運ばず努力も報われないと閉塞感に包まれる人々に向けて、記号運を天に任せる記号という意味の記号ウンプテンプ記号をキーワードに、ウンプテンプで行こうじゃないかと歌って世の中に元気を与える応援歌です。水前寺清子さんの歌で元気づけられたいというファンの思いから制作された曲で、明るく元気なメロディーと水前寺清子さんの力強い歌声が背中を押して応援してくれるような心強い曲に仕上がっています。またカップリングには1972年発売の NHK 紅白歌合戦歌唱曲昭和放浪記のリメイクも収録され、往年のファンも喜ぶ作品となりました。ロックから演歌まで幅広いジャンルで現役っぷりを見せつけてくれる水前寺清子さんのこれからの仕事にも期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。